階段です。ベトナム女性とのワンナイトベッドっていう話ですね。結構やっぱりベトナム人が日本を増えてきてるので、性意識とかですね、まあ要は恋愛対象としてのベトナム人を意識し始めてる男女が増えているので、まあその、性の方はどうなのかと、日本人女性、男性とどう違うのかと、まあ特に、えー、と日本人男性がベトナム女性についてか、えー、と気になるというか、質問というのが結構きますね。で、まあ、 ベトナム女性とのワンナイトを楽しみたいなら、えっ、ー、と、まあ、やはりですね、日本人女性とはまた違う低層関連を知っておく必要があるかなというところですね。まあ、あの、ベトナム女性と夜を共にしたいという男性は多いと思うんですけれども、まあ、あの、ワンナイトはシンプルに言えば、えー、ベトナム人の場合はちょっと難しいと考えていた方がいいですね。まあ、ベトナムパブとかもちろんその、風俗的なお仕事をしている女性は別なんですけれども、一般的なベトナム人、まあ、要は、 きちんと、えっ、ー、と、学んだり、まあ、今は、その、えっ、ー、と、なんて言うんでしょうね、研修とかそういうので来たり、実習生とかで来るんですけれども、まあ、そういう中で真面目な、えっ、ー、と、ベトナム人と会わないとはなかなか難しいかなと。えっ、ー、と、低速関連は基本的に日本人、今の若い日本人女性よりはしっかりしてるかなって感じですね。ベースに仏教があったりとか、 まあ、やはり、あの、いろいろ、えっと、生きてきた環境違いますよね。あとはですね、気をつけてほしいのは、僕、やっぱりハノイとか、ホーチミン結構長く、まあ、ダナンとかですね、サイゴンとか、いろいろいたんですけども、えっと、やっぱり、いろいろ現地の女性の話聞いてると、あの、やっぱりですね、外国人が苦手、外国人男性が苦手という人は意外といるんですよね。ただ、それを表面に出せない文化もあったりして、また分かりづらいと。なので、まあ、この辺はきちんと会話をしてですね、 えっと、先まで見せた関係の中で、えっ、ー、と、お付き合いできるのかなと。なので、まあ、本当にワンナイトだけを楽しみたいとしたら、まあ、ベトナムパブに行く方がいいのかなと。まあ、あの、ベトナム人、えー、ドンズバで、あの、タイプだっていう場合はですね、ベトナムパブに行くしかないのかなという感じですね。まあ、あの、いろいろ、えっ、ー、と、外国人の女性との恋愛っていうのは、あの、フィリピン人とか、えっ、ー、と、マレーシア人、シンガポール人、 まあ、タイ人とかいろんなですね、東南アジアの、えー、と女性との恋愛についていろいろ聞かれたりするんですけれども、まあ、こういったノウハウを今後はあのまとめ、えっ、ー、と、再現できる形でまとめて有料サービスにしたいかなとは思っています。まあ、そういったその情報を得られる場所が動画の下にある説明欄に、えー、と設置してあるですね、無料のメールマガジン登録フォームなんですね。でこちらの方に登録いただいて、えー、とお,気お気軽にあのご相談いただければなと思います。 えっと、オンラインでどの場所に住んでも収入が得られるためのオンラインビジネスコンサルですとか、えー、フィリピーナ紹介サービスだったりとか、あとは、えっ、ー、と、スピリチュアル的な部分のコンサルも、えー、と可能ですので、こういったことをやっております。お気軽にご連絡いただければなと思います。いつもありがとうございます。